すいません、お待たせしてないけど、こっちだとできる、このね、昔のやつペダルなしでできる。知らなかった、このこっちね、GT フォースプロだと、あの音量でけえ、 GT フォースプロだとあのペダルがないと操作ができないっていう現象、知らなかった。手腕感染やろうぜ、腕感染どうしようか、どれだっけ腕感染。よし、じゃあみんな大好き腕感染、気持ちいいよねストレートが。よいしょ、じゃあちょっとこれでこのコントローラーでやりますけど、知らなかったな、ペダルないと動かねえの。はいはい、頑張らんで、ちょっとフィードバックはしませんか。曲がる。え、こっちか。あれ、こっちか。俺が下手くそなんだっけ。あ、ごめん。バック入れてた。そりゃあダメだ。これ軸合わなくねえか。こんな。おい、これはこれで対応してねえから、デフォルトこれ右曲がんねえな、これやば。おい、なんかこれ戻るから触りまくれんのか、ダメだ。電気車起こっちゃった。ダメなんだコントローラー、いやもうね、これ次に見ようの、これよくある暴走車だ。
とりあえずこれ反省としてペダルとセットだけ左回って、つか左回んねえしなこれ。普通のコントローラーでやるか。切りますね。